そうだよ。カテゴリーを選択して決定キーを押して、メニューを選択して決定キーを押してください。予約キーを押すと仕上がり、栄養士のワンポイントアドバイス、血糖値が気になる方へお酢を取りましょう。お酢は食後の血糖値の上昇を穏やかにします。大さじ1杯食事や飲み物に混ぜてみましょう。残り10秒です。出来上がりです。お待たせしました。仕上がりを確認してくださいね。加熱の延長ができますよ。Thank you.